エンジェリックウィング、はいはい、お使える。じゃあこの上で挨拶しよっか。いいね、いけ。痛い。どうもみんなのアイドルサンドです。どうもこぱんにちはプチプチです。どうもこぱんにちはひなこです。ということでアスタルテパート10、わーい。ということで皆さんチャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。高評価押してくれたら宿題がね全部なくなります。ということでチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録の方はこことこことここを押してください、お願いします。まあ、前回のねパート10を見たかった人はね、前回はパート9だわ。今回の目標、キャメロン北東の創生の塔へ向かいカルドウェル卿を止めるということで、早速ね創生の塔向かいましょう。どこ行ってんだよ。こっちでは創生の塔。馬車で向かうぞ。なんで馬車って使うの。サルドも早くこっち来い。エメラルドも俺持ってない。あ、俺もエメラルド持ってない。私も持ってない。しょうがない。あ、待ってるよ。あ、そう、お金持ちだな。さすが、ひなこ様、お金持ちでございますね。いつもないって言って人にやらせてるから溜まってくよね、そりゃ。おい、ぶっ殺すぞ、お前。右が、創生の塔って書いてあるから、じゃあ、左行こうか。なんで無言だね。おい、うるせえな。なんか言ってるよ、ミカが。わらわはそなたを信じてるぞよ。ふふ、黙れ。あ、おー、来た、13章。13章、正しき。お私じゃん。んまあ、じゃあとりあえず入るか。おい攻撃すんなって。まあ、じゃあとりあえず喋りかけてみよう。痛えな。おい、そうか、チンタロウさん生きてたんですね。味方じゃねえか。できればあなたに直接手を下すことは避けなかった。敵じゃ。俺たちは城下町の貧民街ブンクレーってところカルドウェル卿に呼ばれてみたんでね。カルドウェル卿からあなたを始末するよう全軍に命令が出されています。攻撃す、痛い痛い痛い。だいぶ始まった。あなたとはここでお別れです。サンド、海の方を見て。おい、お前逃げんなや。お前逃げすぎだろ。水の中入って殺す。あ、でもそのやり方強いな。これ強い強い。こっち来ないもん。あ、ひなこ、ナイスー。こんな勇者嫌なんだけど。あ、でもこっちから行けるくね。あれ、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 カムさん、あ、カムさん、え、行けそうじゃない。頑張って行ってみて。行けよ。あ、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 他行かない。行く。やばいやばいやばい。ねえ、行けた。ねえ、ねえ、やばいって。痛い。サンド、ちょ、一回待って、こっち見て。行くよ。バカじゃねえの、お前。普通に道あるやん。とりあえず、じゃあこれ開けます。はい。地底の鍵。あ、宝箱だ。あ、また地底の鍵だ。あれ、うるさいな。何やっとるんや。大丈夫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 じゃない。お金のために頑張る。おい、そういうこと言うな。まあ、じゃあ行くか。鍵穴に3つ入れればいいのこれ。おおい、おおいた。なんかだんだん神殿っぽくなってきた。敵だらけだね。なんで。いや、もう、いや、だってここ敵がいっぱいいるから。もともとなんでじゃ、痛い痛い待って、死ぬ死ぬ死ぬ。なんか黒の鎧ってやつが現れたよ。黒の鎧って誰。え、なんかいたの。なんか現れたんだよ。あ、なんか白の鎧がいる。チェケロウ、ヨ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 ウ、俺。ラップしながら戦うな。いて、チェケロウ、ヨ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 ウ。あ、そっか、ここに台座があるのね。はいはいはい。白。お、お、開いた。今回結構サクサクだね。今回めっちゃサクサクパンダ。いや、また変わった。何何何、遠目から見ることにする。いやいや、倒せや。めっちゃ俺にターゲットしてくんだけど。やばい、死ぬ死ぬ。この金リンゴがあるのでね。めちゃ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 、うん、おいちい。おい、隠れてんじゃねえよお前。はい、元気になるポーション後で飲んで、今はいらないからね。ええ、元気になるポーションだ、ありがとう。3つ持ってたんだ。は、敵いるの。いるわ、さっきからいるわ。戦えよお前。怖いな、羽で戦ってた。怖い、ふざけんなお前。青じゃねえかお前。だからさっきからちょくちょく目標出てたのか。あ、あるある、またなんかある。ほい、タンポポの鍵とレンゲソウの鍵。はい、ポピーの鍵とヒナソウの鍵。さあ、とりあえず入れてくぞ。おい、誰だ弓入れたの。これもらおう、もらっちゃおう。宇宙が入れてた。俺じゃねえよ。これで開くかな。はい、おぉ、開いたぜ。ふふ、それでも頼もしくなったの。痛い。なに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 。おい、誰だよ目標出してんの。しまえ。痛い痛い痛い。ちょっと待って、敵いる敵いる。やばい、剣壊れた。痛い痛い。オッケー。やっぱ元気になるポーション飲んだから戦える。どこにいる敵。遅えんだよお前、元気になるポーション飲むの。ボス戦の時に使え。助けて。
モザイクが閉じ込められてる。いや、お姫様だよ、私は。ブスだろ。よいしょ。何？痛い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 。え、なんでこれ痛いの？どういうこと？だから。うん、やっぱ戻される。とりあえずこっち開けるか。あ、光の鍵。で、こっち側ダミーってことか。あ、そういうことか。よいしょ。すげえ見てくるんだけど。いいなーって。すげえ重いし痛いし毒なんで。次、命の鍵だ。ヤッホー、クリエイティブだよ。おい、クリエイティブで戦うなって。倒したよ。ナイス。お前絶対食らわないじゃん。じゃあどっちかに入ってるってことだわ。そういうことだ。なんでお前、あれ、なんでその飛べるの。クリエイティブだよ。あ、魂の鍵。悔しいだろ、目の前にいるのに戦えなくて。ねえねえ、悔しいだろ。エメラルドだけもらう。クズだなあいつ。こっち開けていい。いや、俺の方に絶対入ってる。行くぜ、せーの。はい、はい、残念。はい、残念。さあ、あ、闇の鍵4つ揃った。これでまたあれかな、開けるのかな。おい、閉じ込めんなって。おい、閉じ込めんなや。おい、あ、ここに入れてくのかな、もしかして鍵を。あ、ここに入れるのか。あ、これあれね、私まだクリエイティブじゃないと移動できないのね。ちょっと待って、何の鍵。あ、光の鍵入ってった。ナイスチュン。なんか、あ、あれ、ヒントが入ってる。1と2の間には光が、2と3の間には命が、3と4の間には魂が、4と1の間には闇が。うん、これあのあれだね、これ鍵の手がかりだね。俺ら適当にやってたから。あ、超当てずっぽうだったんだね。おい、閉じ込めんなって。出せって早く。何閉じ込められて喜んでんのお前。余裕で喜んでね、バカかお前。もうもうもう出せっておい。うぜえこいつ。ラスト1個鍵入れてくるぞ。もうひなこが入れてくれよ。やだよ、ズルだもんこれ。なんかズルしてる気分になるじゃん。これの状態で人戦ったりとかはやっちゃいけないの。やってただろお前。じゃあラスト鍵入れるぜ、魂の鍵。はい。あ、あ、来た。おい、ミカ邪魔だ。見て、見ていくよ。うん。あ、すごい。スカイジェリクリエイティブだ。エンジェリックリエイティブだ。クリエイティブじゃねえかお前。おい、ちゃんと掃除してきてね。はい、すいませんでした。なんだよこいつ。入りたまえ。お前の部屋じゃねえんだよ。カルドウェルの日記12ページもあるし。今日私はアーサー王から正式に騎士に任命された。一兵卒だった私は騎士になるために気の遠くなるほどの時間を費やした。これでようやく夢が達せる。この命にかけて王、そしてこの国の民を守るという夢が騎士になるなった。ここ数年で、ずいぶん身の回りを整えることができた。有能な商人が、市場で探し高級で雇い資産を増やすことに成功し、増やした金で傭兵や黒騎士を雇い兵力の増強を進めている。貴族や家のではない私があるのに不信感を抱くのも多い。魔女の少女シャラという魔女が公開処刑になると聞き、野獣馬として見物に行った。年若い少女が処刑されようとしていた。私は何を思ったか少女を助けに入ってしまった。最愛私には財力と兵力があった。少女は私の家で養子として育てることになした。シャラ、私は間違っていなかった。シャラは非常に勉強熱心かつ才能ある魔術師。言えないんだよね俺。魔術師。嘘つき嘘つき。本当に本当に言えない。ごめんやがって。ビジネス言えないか。彼女に戦闘に使える魔法をいくつか教えてもらった。早くに病死した私の妻の代わりに時々息子の世話もしてくれている。おかげで私は仕事に専念することができた。漆黒の頭蓋骨。要塞を建設することになった。建設は私の指導のもと行われた。建設の最中、火山の洞窟内部に遺跡が発見され、奥の宝箱から漆黒の頭蓋骨が見つかった。文献によると漆黒の頭蓋骨は旧帝国時代に封印された巨大な魔力源だし、シャラは国の発展のため天候を自由に操る魔術を開発中であった。そして漆黒の頭蓋骨が3つ揃えば彼女の研究は完成するらしい。彼女は優秀な魔導士。私は彼女の研究に協力することにした。暗殺者と旅人。今日私は暗殺者に襲撃された。幸い通りかかった旅人の一斉とこの起点により命は助かった。あの村人がいなかったら私は命を落としていたかもしれない。しかもあの旅人はこの国の危険を知らせるために私に会いに来たという。私は彼女らと取引した。未来を知る者。今日シャラの研究が完成した。天候を自由に操る魔術は、少女の姿をとっていた。ここで驚くべきことが起こった。先日出会った旅人はアスタルトの
危険と言っていた。そしてアーサー王は長女をアスタルテと命名したのだ。彼らは未来を知っていた。未来を知る者に旅人が予言した未来はことごとく的中した。そしていくら私がその未来に対して手を打とうとも未来は決して変わらなかった。彼らの予言する未来は決して変わることはない。ならば彼らの知らない未来はどうだ。彼らの知らない未来は自分の手で作ることができるのではないか。私が作る未来、私はアスタルテの力をこの身に融合し絶対的な力を持って王国を支配する計画を。この過程でアスタルテの自我を消滅してしまう。悲しいことだが仕方のないことだ。私は特定の個人のために働いているのではない。この国の安寧と繁栄のために働いているのだ。あの旅人とはまた相まみえることになるだろう。どんなに手を尽くすそうしてもそうなってしまう。そんな気がするのだ。クソ長えなこいつ。あいペチペチ。まだこの子はねひなこちゃんを聞いてたね。お話はね、お前俺の言った話ちょっと言ってみろ。今日誕生日だね。まあじゃあとりあえず上上がろうぜ。もう多分これ本当に多分次カルドウェルと戦うんじゃないかな。待って待って、あの攻略方法をね俺私知っておりますぜ。こっからなんで、あ未来を知る人。私はね、あのタイムマシーン乗ってきたのです。なぜならじゃああなたでいるところの遥か先の未来から来たんです私は。じゃあお前俺の後輩じゃねえかお前。このプロテクターを使ったらこれを活用して倒すべき。慎太郎ここまで来てしまったか。私の部下は皆優秀だ。そうでもなかったですよ結構、うん、ここにいた部下たち皆私が選び私が一から育て上げた優秀な者たちだ。いやそうでもなかったですって。だからだが君は少し優秀すぎたようだ。優秀な私の部下たちを全て倒し私の元までたどり着いてしまった。少し話をしよう。もしアスタルテの力がアスタルテではなくアーサー王にあったら今回のような争いは起こっていたと思うか。圧倒的な権力を持った個人が他人に渡すことも他人が奪われることもできない圧倒的な力を持っていたとしたら私はこのような争いは起こらなかったと考える。クーデターの原因はアスタルテという権力を容易に覆すほどの力が敗北者の手に届くところにあってしまったというところだ。絶対的な権力を持つ聡明な王と絶対的な力を一つになれば、世界は正しい方向へ進むだろう。私は常にこの国の民の安寧を未来を考え行動してきた。私は皆より幸せで笑顔あふれる国を作るのだ。そのためには圧倒的な力が必要だ。こいつ圧倒的って何回言うんだよ。私はアスタルテの魔力をこの体に融合し世界を正しき道へと、導く王になってみせる。融合の過程でアスタルテの自我は消滅するが仕方のないことだ。こいつロリコンなんだね。君たちはそれでもアスタルテを助ける。そういうのなら。いいか、このゲームの仕様上お前は倒されるようにできてるんだ。やめろそういうこと言うな。私たちは戦わなければならない。二つの違う方向を向いた信念は共存することはない。どちらか一方が投打され、どちらか一方が勝ち残る。人の歴史がそれを教えてくれている。慎太郎私は負けんぞ。痛い痛い痛い。なに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 。あ、ほらね、言っただろ。これを使えば全然余裕さ。あ、ほんとだ。我が身は風、我が身は剣。痛い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 。なに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 。あ、もうこれ始まってんの。始まって始まってる。弱くね。あれあれ弱くね。あ、全然食らわないじゃん。え、プロテクター強すぎだろ。お前はゲームの設定上死ぬことになってんだよ。サンダーストーム。痛い痛い痛い。シャーめっちゃ弱。敵を貫け、フレームタワー。痛い。待って死ね。ああ。サンダーも大したことないな。おい黙れ、俺は大したことあるぞ。お前日記でだいぶ尺使ったからな。お前のクソみたいなポエム日記で。おら、おい。おい。さよなら。さよならでござんす。なんでそこだけやりたいんだよ。もうよかろう。やめるのじゃ。カルドウェル卿、これ以上戦うとそなたは死んでしまう。それじゃダメだ。ダメなのだ。それでは、世界は変わらねえ。私の理想は。うおー負けんぞー。まだやんの。もういいって。あ、なんかだいぶ。ジン、あ、はい。もしやとは思っていたが、私は、とうの昔に、ははは、いい夢が、見れたな。あ、漆黒の頭蓋骨を3つ手に入れた。結局、カルドウェル卿を納得させることはできなかったの。くよくよしても仕方ない頭蓋骨を使ってアスラテを復活。あ、く、また、めまいが。俺もアスラテと融合したかったのに。お前、乗り込んだな、気持ち悪い。アスタルテはもうこの時代では復活しない。この時代でアスタルテが復活すれば未来が変わってしまい、わらわたちがここにいるという事実が矛盾してしまう。この世界は矛盾を防ぐため、矛盾が起きる前にわらわたちの意識を失わせようとしているのじゃ。わらわたちは既に起こった出来事を改変しないようにしながらアスタルテを使わなければならないのじゃ。とりあえずカメラに帰ろう。もう一回一からやるってことかな。いや、未来バカすぎるだろ、お前。カメラの酒場に向かう。あ、やばい。遠くだってっても帰れない。なんで？エンジェリックウィングの広場があるから。いや、いける俺。行ける？いたー！またこっからなんだけどー。